こっちに恐竜はいないだろうな。こっちじゃないよね。こっちに恐竜はいないだろうな。この先は何もなさそう。こっちに恐竜はいないだろうな。こっちじゃないよね。あまり遠くに行っちゃダメだよね。これはピッコロだ。少しは。どっちか。では本格的。よし、浮かれ準備。
なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと出会わせか。ちょっと怖いな。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ、僕。でも、なんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。逃げるのではない。感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。
サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んで食事余ったり死にたくな。くだらんこ。ひとまず飯。食べる時と寝る、それに僕なん。そうだ、よっち、ちょっと。ピッコロさんの方が断然強いよ。何年修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。湧いてくる。いいよ。僕でもなんとか勝てそう。はい、行くぞ。
くでもなんとか勝てそう。湧いてくる。うわすごい木だ。村だ。人がたくさんいるところって久しぶりかも。いろいろあるよ。
お母さん、お母さんのご飯早く食べたいな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。なれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。
全力この俺を倒すつもりでどうした？どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？行きます、ピッコロさん。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。ふん。道
筋がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って何か文句でもあるのか。うん、ありがとうピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして決戦の時は近づいた。うさいひよこたち、挨拶してやろうかな。ケイ！とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。